けで今回はですね、私から1万円企画を持ってこさせていただきました。おー、あんなに食べることが嫌いな、あんだけ嫌いなんですけど、今回この1万円素敵って、何、美味しいし、見てて面白いし、美味しいし、 3G 3形容詞いちごで1万円企画やっていきたいと思います。家族が高いものでしょうね。800円であんなブシャブシャ入ってるやつ、ブシャブシャ、めちゃめちゃ珍しいね、いちご。俺ね、見つけたんですけど、これです。見てください、これ、こんな綺麗ないちご見たことあります？ピンクよね。そしてからまた、これはまた、これはまた珍しい、これ初めて見ました、白いいちご。うわ、光飛びしてるわけではない。違う、全然。ヒカキンさんがレビューしてそう。してそうだよ。してないか。してそう。してない。出てきませんね。よーし、よーし、ヒカキンさんがやってないイチゴはもう絶対やってない。シシ。俺たちが初。すげえ。そしてこちら。あ、まだある。これじゃまだ1万円いかないんで。やっぱり、イチゴの王様ですよね。アマオ。でも一粒でかくない？俺こんなでかいイチゴ見たことないよ。すごいよね、このでかさ。これ伝わんないよね。赤ちゃんと同じぐらいあるよ。これ3つで1万円。いくらいくらいくら。これが3000円。とこ！とこ！これが2000円。とこ！これ甘も5000円。え、とこ！1個400円ぐらい。えぇ、ー、シシ。福岡の甘王、福岡なんですね、一応って。甘王ってどういう？船かなんか発車したね。ここ港だった。港だね、これ。バー海、完全に煙突から煙突出てるやつ。煙突から出てる。甘い、丸い、大きい、うまい、甘王。食べよう、早く。食べよう。シシ。ジンタとイチゴを洗うべきか洗わないべきか話し合ったんですけど、ネットには洗うべきって書いてあった、農薬が 22% 落とされますって書いてあったけど、これもう3000、2000、5000円クラス。いやもうそうよ、洗ってあるでしょ、変な農薬とか使われないから。え、待って、めちゃめちゃでかいし柔らかい、やばい。だって一個一個このなんかこれが入ってることないよ。すごいよ、これみかんぐらいでしょ、これが入ってる。入ってねえ、リンゴか。まずそのままの味のアマオをいきましょう。うわ、全部これ入ってる、すごいよね。アマオいただきます。優しい、正真正銘アマオだね。甘いね。おなじみの練乳さんもいるから、うん、白食べていい。うわ、白どんな味なんだろう。マジでもうすね毛ね、人のすね毛と同じ。正直見た目キモい。見た目はキモい。毛の処理されてない女の足みたいな。あ、なら行くわ。シシ。すごい。卵よりも優しく扱われてるよ。すごい配慮が。一緒に行きましょう、じゃあ。せーの。うんまっ、ミルクかかってんじゃないのってぐらい。いや、そのレベル。マジ？こんな甘いんだ。この時期こっちより甘いよ。優しい甘さを持ってるよね。うん、こっちはなんかフルーツ独特の酸っぱいいい感じ。ピンクいきましょう。毛がなんか張りやばい。これえぐ、毛穴俺と一緒やん。すごい、ドン。バナナとかブドウとかの味してきそうなぐらい。シシ。白にだって練乳足したらもう豆乳っちゃうよ、これ。あ、でも白が一番甘いわ。練乳意味ないもん。本来の甘さでいいもん。でかさでもやっぱ半端ないね、やっぱ甘王は、うん、練乳と甘王一番赤いイチゴに白い練乳が一番。もう俺らこう1年分くらい食べてるよ、大体食べてるね。もう扱われ方が違うもんね。ホワイトストロベリーに練乳を、ふわおふわお。無理した場合ね、パールホワイト2015年の8月に品種登録されたばかりの最近なんだ。危な、死ぬかもしんないじゃん。生産量は極端に少なく、一般にはほぼ流通していません。だって俺店に売ってたら2個買ったよ。もう全部東京の全部買い占めたくらいだよ。そんなレアなの？ホワイトストロベリーなんて全然違うやつ出てきそうだけどね。アーティストとかいそうだよね。ホワイトベリーやつ。いやー、こいつレアなんだ。レアチーズケーキ。あ、でもやっぱ白一番甘いわ。だってもうライチ、これもう中身ライチだ。どう作ってんだろうね。そしてなんでこれを作るんだろうね。見た目から楽しめるよって、他に直さなきゃいけない難病とかがたくさんある。あー、それはもうタイダーのネタになっちゃう。下げすぎだよ、下げすぎだよ。俺ね、高校生の時ベッドの上のあのティッシュを置いたりさ、携帯置く場所あるじゃん。そこに俺練乳置いてあったからね。つけすぎて、これこれ飲むんだよ。やばっ。風邪の時にイチゴをめっちゃ食べて、食べすぎて気持ち悪くなっちゃって吐いたんだ。ゲロ、ゲロ真っ赤。初めて見た赤いゲロ。でもこのイチゴならきっとそんな心配もない。あ、そういうために作られた。シシ。パール
ホワイト完食でーす。ここからですから1枚100円ここからです。5つ甘をあと2個、いやでもあと4つ。あやばいきつい。ちょっと俺さパンタと一緒に食べるわ。お粉々に入れてしまえばいいんだ。あ、じんたじんた、あ、そっち、はい、いいですか、1個こういった。うわ、やべ、気持ち悪い。こちらをこの中に入れます。えぐ、集合恐怖体だっけ、集合体恐怖症だ。集合恐怖体。その軍団の集まり。あ、うん、うん、いちごなんだ。うん、おいしい。おいしいね。じゃあいちご最後2つ食べます。いただきましょうか。超贅沢な塗り方している練乳。練乳山のたぬきさん。来たね。完全にもうあれだよね。事故じゃん。これやばくない。それやばい。すまれた。最後まで見てくれてありがとう。家族で見てるみんなごめんな。これから教育によりもよりもより良いものを提供していただけるよう心がけております。次回のスカイピースは星野源の3をバリバリに崩してもいい曲になる説、初説。そんじゃまた、スカイピースポーズ。